ラナシオンは、アルゼンチンの日刊誌を呼び、それを発行する、新聞社、国民を意味する。国内の保守系紙の代表格をなし、中道の代表格の、クラリン紙と競合している。平均で、平日16万部、日曜日25万部発行されている。本社所在地は、アルゼンチン共和国部へのスアイレス自治支部シャール通り557番。 1870年1月4日、ラナスヨーン、アージェンティーナとして元大統領で、軍人のバルトロメ・ミトレラによって創刊された。1914年まで、元外務大臣のホセルイス・ムラトレが主筆を務めた。1945年8月28日、ラナスヨーンに改名された。ブシャールプラサの本社社屋1930年代には1日、平均35万部の発行数を誇り、 ラテンアメリカ最大のオピニオンリーダーとして、読者を喜ばせ、ブエノスアイレスでこれを超えるものは、タブロイド氏のクリティカ紙のみであった。1945年、新たなライバル、クラリン紙登場。1962年、クリティカ紙廃刊。1975年、クロニカ紙休館を経て、ブランケット版、ラナシオン紙とタブロイド版、クラリン紙が、史上1位を争う。 ライバル関係の構図が確立された。星系では、ラプレン社がライバル誌である。ラナシオン紙のついたちあたりの平均購読部数は2013年で159,486部で、ブエノスアイレスの日刊誌購読者の20%程度となっている。また、国境を越えて世界的に読まれている日刊誌でもある。スペイン語圏で最も著名と言える執筆者を数多く、 用しており、ホセ・マルティ、ミゲル・デ・ウナムーノ、エドワルド・マジェア、ホセ・オルテガイ、ガッセット、ルベン・ダリオ、アルフォンソ・レース、ホルヘ・ヘルイス・ボルヘス、マリオ・バルガス・リョサ、マヌエル・ムヒカ・ライネスといった面々が常に歴代のコラムを飾ってきた。伝統的に保守的であり、カトリック教会、軍事、大農場主を代弁しているが、コラムニストの個性により幅広い政治思想に対応している。 ラナシオンは当初バルトロメ・ミトレの邸宅から出版された。事務所をたびたび移転しており、1929年フロリダストリートのプラテレス家本社を発足させた。現在の出版部本社は既存の日刊誌の事務所があった6階建てのブシャール、プラサを残しつつ2000年から2004年にかけて建築された26階建てのポストモダニズム様式の高層ビルにある。 ラナシオンを主催するバルトロメ・ミトレは、アデパやパペル・プレンサを2008年から2009年にかけてクラリン対キルチネリスム論争を展開したクラリングループと共に牛耳っている。2012年初頭、ラナシオン社はエルジアリオ・ラプレンサを出版するインプリミデア社の株式の過半数を取得し、米国に拠点を置くスペイン語師エルジアリオ・ラプレンサ ラーピニエンを買収した。アルゼンチンでは、河川、不正競争と価格の釣り上げが批判され、米国の地元のヒスパニック系コミュニティのリーダーは、アルゼンチンが身の保守的な変更とその新たに、買収した新聞が提する地元のヒスパニック系コミュニティとの接点の欠如を理由に、この買収に批判的である。新経営陣は、厳格な方法での業務コスト削減。 米国の固有社員の大規模な解雇など、経営圧縮努力を断行し始めており、米国のヒスパニック系報道業務を弱体化させると主張する声もある。ありがとうございます。